はようございます。おはようございます。万枚復活計画、はい、シーズン3、はい、2連勝からの2連敗中。2連敗中、まあちょっと時系列的にだいぶずれてますけど、はい、絶賛修行中なので。絶賛修行中ですね。そして今日負けたら負け越しちゃうからね。そっか、 そう、それはもうやっぱり許されない。許されないですね、うん、万枚狙うものが。いや本当そうよ。万枚を目指す者が負けるなど言語道断。万が一様がマイナスになった場合は、万枚を出すために必要な能力を養うべく万枚修行に励むものとする。そんな中、そんな中どんな台が取れるかどうかは。そうなんですよ、はい、ちょっと抽選受けて、はい、46番と、はい、狙いが取れるか分からない。分かんないですね、うん、だからまあ入ってみてからになるんですけど、はい、ちょっと最近思ったんですよ、うん、まあこの番組もうしばらくきついじゃないですか、展開が。 2連敗してますからね。いやもうその前から、ずっと前から。まあ長い目で見るやけずっときついよね。ずっときついじゃないですか、うん、だからやっぱ荒漁師しなきゃダメだなと思って。おう、もうえぐい台しか行かないです。いやずっとえぐい台しか行ってないから何も勝てないから今なんかあたかも変えますみたいな感じで言ったけどずっと同じことやってるので。そっか、とにもかくにも一回勝利しないと。そうです、連敗止め、はい、負け越し阻止。そうですね、うん、で、まあ、プラスは絶対、絶対もちろん万枚は忘れないと、うん、ことで。わかりました、はい、お願いします。お願いします。取れるかな。何が取れるか。お、小坂井さん。長野の小坂井さん。絶対違うだろ。そこで長野のはつかないだろ。万枚出ないかな。出ればいいじゃん。なんか言ってるぶつぶつ。出りゃいいじゃん。ガルパン乙女取れない。はい。ゴジエバ取れない。はい。いやどうしようかな。クロス、バルベーブ、カラクリ。いや、カラクリもだってそうだね、もう止めるって言ってましたもんね。言ってた、カラクらせないから。別にカラクリたいと思ってないんで。どうしよう。どうしますか。はいはい、まさかのバルブレイブ。はい、もうちょっと打ちたい台全部空いてなかったんで。はいはい、まあ、この番組では過去3回やって、うん、サマイでは全部勝ってですよ。おお、まあ、戦績はいい。戦績いいね、はい、なんでここで万枚出して流れ変えましょう、うん、ね、荒漁師という意味ではふさわしいからね。ふさわしいですね、うん、じゃあいきます。めちゃくちゃ久々打つんで当然今年初ですし。はいはい、もう封印してたから。え、なんで封印したの。あ、怖いから。まあでも、うん、逆に吹っ切れてますね、負けすぎて。失うもんないから。まあ2連敗中で、まあ結構えぐい行かれ方してるからね。そうですね、うん、戦績は2勝2敗だけど、まあ差前はめちゃくちゃマイナスだからね。めちゃくちゃ負けてますよ、うん、まあ頑張ってください。だってマジでシーズン3の初戦で1000円勝ち、うん、2戦目多分1万勝ちぐらいかな。そうだね。で3戦目で14万ぐらいかね。そうなんだよね。もう台なし、うん、台のなしだよね。台のなしですね。そこにあまりノは入らないと言われる。いやもう入れましょうよ。台のなしですよ。だのいのなしだよ。だのいのなのしです。デビューからどれくらい経つかな。もう1年以上経つんじゃないですか。あ、まあ、スマスロ一発目なんで。はいはい、原初にして尖りまくってるっていう。そうですね、もう時代を変えましたからね、うん、いっぱい被害者も生んでるし、はいはい、天国と地獄を味わった人がいっぱいいるわけだね。そうですね、だそういう意味では確かにバルブレイブで万枚出したことないんですよ。
最高9700枚とかあるんですけど、あそんなギリギリがあるんだ、はい、そういう意味ではバルブレイブで万枚出すは通過儀礼というかね。そうですね、万枚狙ってる人間がそうだ、ね、バルブレイブで出したことないはちょっと恥ずかしいですね。そうだ、え何やってんのってなるよね。じゃあ出しとくか。あ当たる当たる。あ雷蔵だな。どうですか、当たると思うけどな。ただ雷蔵だから嫌ですね。嫌ですね。やめますか。はい、やめました、119ゲームおチャンスゾーン投資5000円ですね。お射止めたい。じゃあ1回目のチャンスゾーン頑張れ頑張れ。雷蔵なんでね激ムズですけど、そろえろ、うん、ああそんなにそんなに盛り上がってくれるんですか。まさか、うわまだチャンスゾーンなのにこの後使うところがあーあーやばいぞこれ。頑張れ。うん頑張れ頑張れ。ああなんとかしてラスト。あはい、あ残念、はい、1回目は失敗と。はい、まあまあまあゆっくり行きましょう。まあ2回目なんでここはクリアしましょう。しよう。はい、お願いしますよ。もらおうよ本当に。たまには低投資で行かせてくださいよ。滑るな。もういいでしょう。こんだけ狙わせといて。ああ。ちょっと下手に出よう。下手に。お願いします。よし。それか。じゃあ一回目のボーナス。うん、やった。はいはい。革命ですね。あ、幸先いいぞ。頑張って。任せてください。あ、またちょっと調子乗ってる？調子乗るのもダメか。下手に下手に。AT やらせてください。ベルください。そうそう下手に下手に。ベルだけを。ホールドホールドとベルだけ。あ、あ。ありがとうございます。そう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 、いいよ。大は神様。大は神様。バルブレイブは神様。はい、繰り返して。バルブレイブは神様。宗教。もっとこう子供をあやすように。子供をあやすよ。やる気を込めて伸ばして。あーそうそうそう、いいよいいよ。そう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 、ベル。あーこれはいらないよ。そうそうそう、やめて。二度とやめて。言葉強い。もっと優しく。ホールドしよう、そろそろ。そうそう、ホールド、ホールドもそろそろいいかな。あーあー褒めて褒めて。ありがとう。なんか見た時あんだ。もう疲れるな。あ、疲れちゃ、疲れちゃいけないよ。あ、そうかそうか。ちょそうですね。うん、そっか、大事だなこれ。 AT 入れなきゃ。そうだよ、本当に大事だよ。すごく際どいです。あと2ゲーム、あと1ゲーム、次引けば。よし、おお下パネ消えたね。上手上手。
素晴らしい。早速 AT ですね。わー綺麗。じゃあいきます。うわマジでなんか懐かしいな。まあ、半年空いてるわけだもんね。はい、まあとりあえず超革命までは当たり前のように入れたい、持っていきましょう、うん。まあ、こんな、なんか軽い感じで言ってますけど、うん、この寒い時期に僕今汗だくですえ、なんで？え、興奮してたから。あ、汗かくほどに、はい。さあ1回目お願いしますよ。久々やるな。1はまあ大丈夫と言われてる聞いたことないけどサクッと、はいはい、ナイス。あ気持ちいい気持ちいいぞこれだよ。褒めてあげて、褒めてあげて。そういえば気持ちよかった。ちゃんと台褒めてあげて。ありがとうありがとう。ちょっともっとちゃんとむずいんだよななんかありがとうありがとうっていうのはちょっとあれだった、上からな感じだった。ありがとうございます。そうだね。このままずっと出ないかなそしたらもう何も考えなくていいのにさあ2回目お願いします。はい、あドキドキしてきた頑張って第2感謝の気持ちを忘れないでね。あー怖いですね。終わりましたね。あー2は終わらないはずなのに。2連816枚はでもすごい出てる。ありがとうございますそうそうそう、ありがとうございます。その気持ち、まあまあまあ引き戻しもあるんで、うん。あーそっか、なんか思い出してきました。吐かないねそうだそうだ、この台やばいんだったに戻さないかな。引き戻したってくださいや。ちょっと期待しすぎかな、マイゲーム意識してるからな忘れてみれば完全に。そのあと10ゲームなんでちょっと忘れますわ、うん。あ小学校の時一番よく遊んだ友達のことを思い出して。小学校の時一番よく遊んだあいつ、ああ誰だろうな、思い出せん思い出せないの思い出せないそれはさ、はい、意識がそっち行っちゃってるからじゃないのそうなのかな。はい、引き戻せず連れの名前は思い出せずでも下手に出て、ここは大丈夫ですね、はいはいああ革命だ、はいはい。ああ行くかな、はいはい。ああ行けるかもよ、行けるかも、素晴らしい。よーしよしよし、あまた勝ってるさあ2回目の AT、まあ、今度こそ行こうね、行きましょう、うん。超は行こう、超は行きましょう、うん。超行かないとまんまり出ないんですから。腹切りドライブやりたいな。腹切ろう、腹切るかちょっとコメントが来たすぎた腹切ってなんぼでしょさあ1回目、はい。まあ、まあこの辺はね、こんなとこでドキドキしてたら戻らないんで、1回目は通すって決まってろ、はい、決まってるから、ね、決まってろはいはいはい、共闘薬引いてる
てか今音出てましたね。ちょっと音あんま聞こえてないですけど。俺の？いやいや、革命ラッシュ言ってた気がする。ああ、なるほどなるほど、はい、はいはい。さあ、まあさっき2連だったんでね。もう持ちコイン1000枚ですよ。早いですね。勝ってる、嬉しい。バルブレイブだったのかな、答えは。そっか、やっぱ原点に帰るべきだったか、うん、あー、2回目よろしくお願いします。はい、本当に頼む。はいはいはい、ナイス。さあ、リーチですね。いやー、ドキドキする。でもいける気がするぞ。いけるでしょう、うん、感謝の気持ち忘れずに。ちょっとな、順調すぎてそわそわしてますね。慣れてないんで。堂々として堂々と謙虚に、堂々と謙虚に、うん、さあ、3回目行こう。通せば超革命、行こう。ナイス、ありがとうございます。すごくいいぞ今日。行こう。よし、もう出しますか。出そう。ああ、本当に調子こきすぎず堂々と。むずいな。うわ、久々やるな、マジで。頑張って。ああ、いいですね。あんだけ追い求めてた上位をあっさりと、こんな早い時間に、うん、さあ5回目ですね。はい、5セット目か。まあ危なげなくいってほしい。いや、もう超ですから、うん、過信しすぎず堂々としっかりと、しっかりと。ナイス。あー、気持ちいい。あー、来た。おお、おいおいおい、50。まあまあまあ、いいでしょう。これで何枚ですか。これで400枚弱。うわ、いいぞ。いいね、本当に。だって正直言うと、まあ、昨日の夜とかも話してましたけど、はい、まあ、僕は今日絶対負けると思って収録に臨んでたんで。絶対負けると思って収録臨むという。だからどんな修行をしようみたいな話をしてたわけじゃないですか。してたね。ああ、でも勝てるかもしれない。勝てるかもしれない。しかも本当に夢の実現がなされるかもしれない。まだ午前中ですから ね。 ね。さあ、6回目。ここは油断せずに、油断せずにね、はい、大事に大事にいきましょう。大事にね。怖、お願いしますよ。怖いな。まず頼む。あ、あー、いいね。なんかピコンって言ったぞ。言ったね。よかった。ちょっと怖かったね今。ちょっと怖かった今。水ゲームと。はいはい。いやー、ありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたや、ありがたや。さあ、7回目。はい、早めに、早めにください。ありがとう。あー、言ったな今。出上げてる。ありがとう、ありがとう。いいよいいよ、本当にいいよ。いやいや、ついに見れるかも、見届けられるかも。俺ついにあれを。まだ言わないで。いや、まだ言ってないですよ。まだ言わないでね。あ、8回目。あ、お、素晴らしい。いいね。素晴らしいですよ。枚数が
1783、はいはいはい、20ゲームと。じゃあ今日満枚出して、はい、勝ち越して3枚もプラスにして、あーいいね、あーもう最高だ、本当によいいないいなよかったなあ、未来のことを怒ったかのように、そうですね、いやーよかった、松葉打ってよかった、残り物には福がっていうもんね、そうですね、さあこれ何回目だ、9かな、あちょっとなんか嫌な予感する、あちょっと嫌な予感する、危ないこれ、うん、ちょっと一回深呼吸して、よし、謙虚でありがたさを忘れずに、あよかった、ナイス、あー来た、おいおいおい、あれいいぞ、あー100だ、これは行ったでしょ、行ったね、え嘘でしょ、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 マジで行ってんの、うわやべえマジで、あーおお、いや200ですけどすごい、これでもう1500枚ぐらい出るんで良かったねマジで、良かっ た, かった抽選悪くて本当だねいや本当そういうことだよね、何がどう転ぶか、危ない危ない、人間版で作用が埋まって言いますから、そうですね、まあ言っちゃうと今日ゴジエバ打つつもりでした、はい、だから絶対負けると思ってたんですけど、絶対負けると思ってたゴジエバを避けれたからね、避けました、うん、抽選で、まあ、先に打ってる方がねもしかしたらやっぱり出してるかもしれないけど、まあそうですね、うん、まあそれはそれで全然、松間とゴジはちょっと無理なので、うん、相性最悪なんでじゃあやめろよっていう、混ぜるのは危険なんで嘘、今日勝ってんのかな、いやそうなるといいですね、そうなるとよかった、そうなるとよかった日本語崩壊中勝てるとよかった11回目、あーめっちゃ怖いな、お願いしますよ、あはい、落としなかった、よし、お腹切り、よし、え、これめっちゃ来るな、決めちまうか、3回目っすよ、頑張れ、すごいことやれ、あーお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 お、まさか、まさか、いけ、いっちまう、あー、怖怖い、いや、でかいな、マジで、え、これ、設定いいのかな、あ、腹切りが出てくる、いっぱい、もう3回目っすよ、ねえ、これでもう4000枚は超えますね、やべえ、いや、本当に折り返し近いよ、やばいやばい、わあ、わあ、わあ、落ち着いて落ち着いて、こんなことあるんだ、ねえ、行ってほしい、本当に、パスロやめらんねえ、やべえやつの、折り返しまでもうちょっと、なんかもう貧血気味です糖分取ってください、クラクラしてきたぞ倒れないでね、本当に倒れるかもしれない、万枚出して倒れるかもしれない17回目、はい、あー怖いな、あー来たか、頑張れ、久々に追い込まれましたね、あーお願い、あーよかった、よかったよかったよナイス、よかったよかった、本当によかった、よしよし、これで5000枚超えますね、はい、大事にいこう、よし、え、折り返しましたよ、ナイス、ここのところとんとなかったけど、いつぶりだろう折り返したの、もう記憶にない、あれマクロス2回目送り返してないよね、いや全然っすよ、あそうだよね、はい、
あ、20回目。はい。あ、頼むぞ。怖すぎる。お願いします、お願いします。バルブレイブ様。うわ、やば。バルブレイブ様。くっ。そうですか。まあ、20連で5096枚。5096、やだ、終わらせないで。マジでやだ。でもありがとうという気持ちも忘れずに。やだ、足りない。もうちょっとください、あと5000枚。あー、お願いお願い。これ引き戻したらもうめっちゃ好き。ダメでしたね。5000枚と。いや、すごいんだけどね。嬉しいですけど、うん、怖さもあるからね、こっから。まあ、もう一回やるか。そうだね。なんで。あー、難しい。引き戻してろ。2連3連2枚。もうこの台ダメなのかな。あー、できったかも。使い果たしたかも。ダメでしたね。難しい。もう完全に勢いなくなった。そんな感じがちょっとしちゃってますが、引き戻しのことを忘れよう。忘れられないじゃん。一番忘れられる話題ください。え、引き戻しと一番遠いとこにある話題、うん、宇宙の話しようぞ。宇宙、宇宙なんか引き戻しそうだもんな。引力あるからね。割と近いとこにいるな、宇宙は。もっともっと遠いやつ、なんだろうな、トカゲとか。ああ、トカゲの話しようよ。あー、でもなー、尻尾生えるからな。いや、意味わかんない。戻るからな。近いな。そっか。なんだろうな。あー、でも今結構おしっこ漏れそうだから。おしっこ漏らしてみれば。あー、そしたら絶対忘れるから。やっちゃったって。引き戻せないがマシでしょ、それ。人間の尊厳的にはね。京都役の引き異常だな今日。いいよね、そういういいことはよく偏れ。え、めちゃくちゃ重いはずですけど。あ、4倍だ。あーつっ。これもう当たりますよ。当たる。50×4 で200ですね。ああ、ああ、マジ。そんなことある。はいはい、120。加算がうまい。加算馬を、加算馬をに解明しよう。やめとけな。え、ダメですか。この人加算うまいんだな、なりません。なるけど、はい、加算うまくてもなみたいな。いや、もうあらゆる加算ですよ。ああ、上乗せも。いや、もうパチスロに限らず。って。どうでもよすぎて。加算馬王に全然興味ないじゃないですか。ないね。やめとけって思ってる。反対派だから。反対派っすか。反対派筆頭だよ。ダメかな。ダメだよ。いいと思うけどな。やめときな。いい名前なんだから。加算馬王いいでしょう。センスねえ。センスないか。
笠馬がいいってやつはセンスない。いや逆にですよ、逆に。もちろん逆にの話ですよ。そっか、それは普通に考えたらセンスないですよ。いいから当ててくれ。それをあえていくっていうセンス。ちょ、うるせえな。当たりますから、これ。当たる？はい、当たるならいいよ。だってリアルゲーム数からもう600近くハマってる。いや、加算してます。加算してる。はい、264ゲーム。はい、悪くない。ただ9マなんですよ。9マか、おとぼけ9マか。おとぼけ9マ。どうよ。あ、やばい。うまいな。ナイス。うまおだな。キューマ？キューマうまお？それはちょっと狭すぎる。キューマはもう限られちゃうから。加算はいいけど。加算はね。はい、さあどっち？まあまあいいでしょう。じゃあ決めますよ。はい、はいはいはい、素晴らしい。よし、素晴らしいよ。まだ4戦目ありますんで、はい、ここで超入れればね。入れれば見えますよ。見える見える、本当に見える。もういきなりレアクいきますから。よしよしよし、いけるぞ。あ、これはこれは取ったぞ。1ゲーム目にドルシア軍襲来。襲来せい。取っとらん。負けた。取っとらんかな。ドルシア軍に負けた。強いな強いな。さあ1回目。お願いしますよ。そうそうよ。おー、よし。あー、ダメかと思った。あとたったの2回。たったの2回ですね、確かに。いける。3ゲーム全部レアク引く気持ちで。うん、うん、2連ばっかですね。332枚2連ばっかか。いやー、もう何時間も4000枚前後をずっとダラダラしてます。まあ飲まれるよりははるかにいいけどね。そうですね、うん。そろそろ引き戻すと思いますよ。本当に？だからこんだけ冷静なんですよ。そっかそっか、はい、取り乱してないんだね。そうですそうです。もうだからノーリアクション引き戻しです。そうしましょう。あれ通常時一回戻ってなかったのかなっていうね。あ、そうですね。リアクションする理由ないんで。あ、知ってることだからね、はい。そんなだって嘘くさいじゃないですか、そこでリアクションしてたら。そうだね、分かってんの。まあ、構成的にはなんかもう結構使えそうなとこあると思ってるんで。はいはい。よっ、来た。ごめんなさい。超リアクションしちゃった。本当に忘れてたんじゃない。忘れてた。うわ、これなんか割と使えないような話してたな。構成的にはって引き戻しましたね。
やっぱ忘れてるとこう来るんだね。リアクションしました僕今した。うわって言ってたの。いやしてないでしょ。うわって言ってたよ。よっしてない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 2連目3連目かこれ通せばいけるじゃん。通せば超ですね。あー嬉しい。いや普通です。いや喜びを喜びを素直に出していいんだよ嬉しい時は。まあ、そういう意味では、うん、まだ分かんない。ここ通さないと意味ない。そっかそうだね。久々に通そう。通しましょう。いけるいける。よしうまい。ああナイス耐えたな。いやマジで今日2回目かな。ああ俺今ちょっと鳥肌立ってますよ。鳥肌立ってます。立ってる。2回目でさっき20連して5000枚ぐらい出たんで、はい、まあ、同じぐらいのことやれればもう行こうよ。まんまい近いんで。そうだね。じゃあ行きます。はい。いやー力で通したな。いいね。最高の引きしたかも。本当だね、うん。さあ通しますよ。よし。大丈夫大丈夫。楽しそう。楽しくなってきたな。ずっと超革命やってたい。楽しいから。楽しいよね。まあ、10回目かな。1回目。ああ、下場に消えましたね。ナイス。つまりそれは行っちゃう。ああ、行かず、うん、楽しそう。いいですね。楽しそうすぎる。かわいいな。かわいい。かわいい。かわいい。ブブブブブブ、かわいい。ブブブってウニ点々3つ。さっきの強制で取りましたね、ストック。かわいいやつめ。ういやつ。あーよかったよかった。嬉しかった嬉しかったね。嬉しかった。俺も本当に見てた見てた見届けた見てたは未来でも言わないでしょ嬉しかったはまだあるけど、ストック使って12セット目、まあ、なかなか腹切りは来ないですね。なかなかの可愛いな。そういうとこも可愛い。そうだよね、うん、奥ゆかしい。奥ゆかしいですね逆に。おお、いいですね。おしゃれだな。かわいい。かわいいよ本当に。かわいいな。そんなやつを半年もほっといてさ、罪な男だよ。罪な男ですね本当に。反省しました今日久々に会ってみて。一途に待ってたのに。こんな可愛かったっけな久々に会った超可愛いじゃん同窓会に久々に会った感じ。そうですね。来ましたね革命分岐。V 揃えば腹切りドライブ。揃うんですか。揃うでしょう。揃わないんかい。かわいいな相変わらずかわいい。揃うかと思ったね今のはさあ20回目。よし行こう。ここで終わってますので1回行こう。超えましょう、
響かせろ。大丈夫ですか、あの音響かせろ。マジで、かわいいめちゃくちゃかわいいじゃないですかすごい嬉しいね今の嬉しすぎる行こう、もう出したがってるよ大が。さあ今日初の21セット目ですね。はいはい、いや素晴らしいね。いや今の超えたらもうしばらく伸びるでしょう、そんな感じするよね。はい、いや久々だな、なんかね、まんまいを意識したの。うん、はい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 、素敵、奏でてる。はいはいはい、いやいいね、マジでいい。25セット目、マジでいいわ。なんなんだろうなこの台すごいよね、よくわかんない。あ、また来た。はい、これは揃うでしょ、いよいよ揃うね。あ、2回目ですからね、いよいよ揃えようぜ。あ、革命分岐経由してこの AT 初の腹切りをくれると。うん、はいはいはい、来た、ついにやっと来たな。長かったですね。長かった。あー、いい音。はい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 、100ゲームからの、うん、いや全然いいですよ、ありがたいね、ありがたい、うん、マジで。ってことはもうこれ7000枚超えますよ。おいおいおい、マジでいけんじゃないですか。いけるじゃん。ちょっとなんか準備してなかったな今日、まあんま行った時考えてなかった。いいんだ素直に喜べば。ゴジエバで絶対負ける想定だったからバルブレイユで万枚はもう1ミリも想定しなかった31回目。31、あ、ボタンがひょこっと出ましたね。ナイスです。いいわー、バルブレイユやっと来た、来たぞ。いい、50でもいいよ。あ、いいわいいわ、これこの台いいわ。いいね、いい。夢中になる人が多いのが納得だね、うん、それなりますわ、うん、だっていいんすもんいいものは認められるからね世の中に。いいもの好きでしょみんな。みんなそう、はい、俺もそう。いいものはみんな好き、みんな好き。32回目、32、腹切り後なんでね、奏でろよ。あ、久々に来なかったな1ゲーム。あ、頼むぞ。これは怖いですよ、終わらせないでよ、これは怖い。うわ、あー、ついに。あー、継続しますかどうするんですか。するするする素晴らしい、かわいい。やばいやばいんですけどこの台すごいことしてくんですけど揺さぶってくるね。あー、2000枚ってことは、あとまあ300ゲームうん、消化すればもう、うん、行っちゃうわけだね。行くんで、はい、油断だけはしないように。そうだね、はい、よくやるんで爪甘くしないでね。直前で終わらせる、本当によくやるから。今日はもうそういうのはいらないから。いらないいらない、本当に普通に行ってくれ、はい、面白いらない、面白いは大丈夫。
よし、ああよかった、よし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 、カワユスですね、カワユスだよ、カワユスと言ってもいい、だって犬やさで万枚出した時、うん、あと17枚のところで終わったんですよ俺はね本当にコンプリート近くまで行ってほしいと思っている、行きたいですね、うん、コンプリートはまあ最悪行かなくてもいい、ギリギリ、まあ、万枚はもう、万枚はもう通過点で行ってほしい、本当に行ってほしい、いや行けるでしょう、あー怖い、よし、はあ、よしよし、嬉しかった、あー嬉しい、嬉しいよ、嬉しいよ、マジでいける、マジでいけんだ、よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、冷静に、冷静に、これ300いったらもう満枚ですからね、よし、やったのか、やったのか、じらすなーいや、でもこれで1500枚ぐらい出るから、はい、9700枚ぐらいまでいける、マジでいこう、ちょっとどうしよう変な感じになってる今落ち着いて落ち着いて、嬉しいのは分かるけど、そうですね、まだまだだから、まだいけると決まったわけじゃないんで、うん、しかも高みはまだ先にあるからね、そうですね、うん、確かにバルブレイブの万枚は通過点だ、そう、もちろんめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ可愛いけど、めちゃくちゃ可愛い、そう、めちゃくちゃ可愛いけど、もっと可愛いから、もっと可愛いですよね、そう、もっと可愛くなれる、可愛いは作れるからここで使う言葉なのかな、それやったことが起きてます、やったこと、あ、エンディングいきましたね、あ、なるほどね、あ、つまり、つまり、あと9600枚ぐらいですね、9600でこのエンディングがエンディングを迎えるわけだねややこしい言い方だなさあ来たね、持ちコインが9620枚と、よし、あと380枚なんで、今日は素直に行こう、素直に行きましょう、大丈夫大丈夫、よし、まずはよし、来たら覚醒ですからね、腹切っちゃうのかい、あ、びっくりした俺もめっちゃびっくりしたびっくりした、あ、そっか、エンディングをこうなるんだ、まずは中、まずは中、じゃベル引こう、いっぱい、38回目、38、はい、よしよし、素晴らしい、素晴らしいぞ、ああ、10か、ここは10、20大事だね、大事ですね、ああ全然違う、全然違うね、あと250枚ぐらいですね、よし、40ですね、びっくりマーク、10か、じらしますね、40回目、行こう、あと200枚、行こう、うわー、ムムちゃん、あー、つまり、つまり、あ、確定しましたね、やった
ったよ。おめでとう。本当に良かった。長かったよ。素晴らしい。ついにやった。とりあえず万枚確定。いやでもこうなったらもういけるところまで行きましょうよ。そうだね。いやよかった。よかったよかった。本当に赤以外だったらもう確定かな。よっ、無理だ。そうでしょ。パチスロ良くないな。いやついに見届けたわ。長かったっすね。長かった。マンになる瞬間、マンになる瞬間見たい。あ、そうですね、うん、そこはちゃんと目に焼き付けましょう。さあもうすぐ来ますよ。9973歓喜の瞬間が。これでちょうどかな。ちょうど1万。この番組で2回目の万枚。いやおめでとう。ありがとうございます。おめでとう。いや素晴らしい。ただ、うん、まだですよ。もうバルブレイブの万枚なんてありふれてますから。そうだね、はあ、いや高みを目指そう。コンプリートしましょうよ。ほんとしよう。さあ41回目万枚確定後初のはいからあげチャレンジ、はい、はいはい、ナイスです。まだ終わる気ないな。終わる気ないよ。かわいい、かわいい。さあ43回目、もうこっからはもう夢への挑戦なんで。夢への挑戦か、いい言葉だな。いい音だな。いい音、永遠に奏でてるよ。本当に奏でてますね、47回目あー来た。よっしゃ、本当に思い通りだね。あやばいなこれ。うん。これでもう1万2000枚までいきますね。万人ですよ、万人。万人。あ49回目。49だ。あれどうした。うわ怖っ。急に終わった。49連。8113。はい、現在の枚数ちょっと言ってください。持ちコインが11,995枚、うん、11,995。上出来中の上出来だけどね。まあ、そうですね、うん、引き戻しなかったとしてもまだ5時過ぎなんで、とりあえず万枚を守りつつ終えるとこまでコンプリートを目指します。万枚は守る、絶対に。そうだね、そうだね、はい、はい、ダメだ、ダメちゃった。今年はなしですね、はいはい、上手上手い。いやーすぐ来れたな。すぐ来れたね。いけいけ、絶対いける。よしマジで見えたな。めっちゃ出るなこの台。めっちゃ出るね。めっちゃ出るな。はいはいはい、すげえ。
もうすごい無敵感すごいおかしくなっちゃうよ頭が12回目。 12? はい、はい、行くんじゃねえのマジで。でもまだな、完全に始まったかは。あ、本当？さっきと比べるとちょっと怖いですね。いやいや、まだあれかな、無敵感がもうちょいですね。本当？14回目。危なげねー、うん、もうすぐ1万4000枚ですよ。すごいな、本当に見えてるな、マジで見えてる。で16回目。いやすごいよ、頼むよ、大丈夫ですか頼むぞ、はいはい、今の大丈夫ですかの言い方がちょっと猪木さん入ってる感じだった出てました、はい、僕の中の猪木がちょっとだけイズムがさあ出るでしょう久々に追い込まれたな、うん、よーし、すげえ、よし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 、すげえこんだけ腹切りなしでいけたらすごいよな、うん、そろそろ欲しいね、欲しいですね。3回目。ちょっと怖いな、ちょい怖は連続で追い込まれた、集中してくれ、やばいなこれ、終わったな、いや見えてんだよな、見えてるね、 あと4500枚ぐらいですねキモドシからの腹切り希望だな、キボンヌ、キボンヌ、やばいやばい、そんなこと言ってなしですね、キモドシは。ダメですね、ダメだったか、すごい粘り腰、やばい無理か、うん、はいはい、よしよし、やめましょう、やめますか。おめでとうございます、ありがとうございます、いや素晴らしい、嬉しいよかったね、もう万感胸に迫る感じだね、ありますね、いや本当にだから大変だったじゃん去年のね夏頃から、まあひどいのをずっと見てたから、そうですね、だからもう半年以上ずっとひどいとこを見せ続けてて、皆さんにもね、何が万枚復活計画だろう、そう復活どころかっていう感じだったけど、まあ、3枚万枚も達成したんでしたし、はい、まあわやのねコンプリートもね、そうですね、最後ちょっと粘ったんですけどね、粘ってね、うん、
すごいなと思った攻めの姿勢がまあまあそれはお預けです。そうだね、まあ、とりあえずこう段階踏んで、はいはい、だってまんまい出るなんて思ってなかったんで。そうだよね、一生無理と思ってたじゃあ一応収支を、はい、投資、はい、1万1000、あららら、回収13,583枚、枚サマイがプラス13,077枚、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい、ありがとうございます本当に良かった、皆さんのおかげです。はい、本当にそう思います。もう過去のひどい負けとかも全部これで忘れてください。そうね、はい、次回もね、シーズンはだって続くわけでしょ。そうですね、シーズン3まだ5回目なので、はいはい、修行の成果がすぐに出たんで、出たね、この体制は守っていきましょう。そうだね、はい、だからシーズン3の収支 も当然プラスになってますから。ほんと前回前々回、あ、そっか、微妙だめっちゃ負けてんだった前回前々回えぐくなかった、あ、そう、微妙だ浮いててくれまんまに出したから浮いててほしいね。まあまあ今後も常にまんまを目指して、そうね、もっとコンスタントに出せるように、次回出してみな、2連続で。それはない、レジェンド達成ですよ。かつてない、いい目標できましたね。いや本当にあったらすごいよね。すごいですよねすごいと思う、燃えてきたじゃあ最後に感謝の言葉を。いや本当に真面目にありがとうございました、はい、今後も頑張りますんで、はいはい、引き続きよろしくお願いします、はい、では東京へ帰りましょう。帰りましょう、はい、嬉しかったまんまい出たら嬉しかったちょっとよくわかん